鍵を盗んだだけじゃ飽き足りず、ここにキングまで呼んだというのか。やはり操る。ここを乗っ取るつもり満々ではないか。ぬぬぬぬぬ。お、そこにおるのは誰じゃ。あ、人？それも女性の帯とか。なんと珍しい。よければ最近の丘の話など聞かせてもらえんかな。姉ちゃんどうしたんだ。あれってもしかして。いやー、男嫌い。え、男なんて殺す。男っていうか、もしかしてラン嫌い。え、俺限定。ランだけなら差し出すので落ち着くのです。俺差し出されるの。小さな子をいじめたみたいな、すげえ罪悪感なんですけど。とりあえずこれでいつでも戻れるは戻れるけど、海の鍵を手に入れないとここまで来た意味がないのですよ。そうね。それにさっきクイーンがトンベリたちが鍵を盗んだって言ってたから。ああ、
やっぱここにあるんだな、海の鍵。あるみたいね。その鍵を持ってるっていうトンベリを探しましょう。もしかしてクイーンもさっき言ってたトンベリのところに向かったのかも。じゃあ追いかけてみるのです。おーおー、なんか目が回る。どっちに進んでるかわからなくなるのです。ならないから落ち着く。姉ちゃん、前に進んでる自信なくなってきたんだけど。まあ確かに前には進んでないわよね。下に進んでるんだし。なんか神殿っぽくなくなってきたわね。死んでないっぽいってこと。やっぱり生きてるんですね。どういうこと？
おっしゃ勝利だね。そう。